名前はユニです。予想に反した行動とか、意外に賢いなと思ったりとか、楽しいですね、やっぱりその行動を見てるだけで。ユニ君が生まれて、いろいろなんか価値観とか考え方もやっぱり大きく変わったなって思います。もう宝物のような存在です。鳥取にある醤油屋っていうことで、こんな息子に無理やりのように継いでくれとはそこまでは思わない。もう親の想像をはるかに超えてほしいと思います。痛い痛い痛い。